逆望遠。逆望遠は、写真レンズなどの複数枚の要素からなるレンズの構成様式の一つで、ガリレオ式、ガリレオ型望遠鏡のような望遠レンズ。テレフォート型とは逆の、全群を、おう、後群を強い突とする非対称型の構成様式で、広角レンズに向く。アンジェニューによる、レンズ名レトロ補給、レトルフォーカスの、英語読み、レトルフォーカスが、この方式を指す。 一般名詞のごと特に広く使われており、そちらの方が通りが良い。先頭のレンズを被写体側に張り出した大きな窪、メニスカスレンズとする。そうすることによって、各方向から入射する主光線の角度を平行に近づけ、その画角に相当する焦点よりも実際の焦点の位を後ろに持っていく。この構成が使われる主な写真用レンズは、 一番レフカメラ用の広角固定焦点レンズや、ズームレンズでは、広角、標準域である。超広角や大口径などの高度な構成では、全群を突レンズを含むものとすることもある。渦、上にあるように、初の、このタイプの写真機用レンズとされる、アンジェニューの、レトルフォーカスは、歴史の詳細については、歴史の節を参照、5分が、 トツトツ凹凸という構成であったが、そのようにすると修差に難があり、初期の一眼レフ用広角レンズの語群には試行錯誤が見られる。これをデコボコ、トツトツとする処方が完成度の高い構成例として知られている。日本工学の秋元善治によるもので、そのニッコールの成功が一眼レフカメラを汎用カメラとして認めさせる力となったともされる。 典型的な構成例として、同じく日本工学による1980年に米国特許となっている設計を渦、下に示す。レンズの発展はエレメントが増えることもあれば減ることもあるが、日本の1980年前後の頃の一眼、レフカメラメーカー各社の 28mm と 35mm の一般的な光景のレンズには、 以上で述べた典型的な5群5枚のものが多い。また、より枚数、群数が多いレンズにおいても、構成を詳しく見ると、前述のデコボコトツツが含まれていることが多い。逆望遠型レンズの周差については、無限遠ではよく抑えられても、近接時に大きくなるものがあり、いわゆるフローティングが活用されることもある。逆望遠という故障は、全群を強い凸。 5分を追うトすることで、その合成焦点距離に比して、レンズユニットの全長を短くしている、望遠タイプの逆、という意味である。また、レトロフォーカスは、レトロイコール後ろ、フォーカスイコール焦点で、焦点を後ろへ移動させた、つまり、光学系を前に移動させた構成という意味である。大分方式による、カラー撮影用に光線を分解するなどの目的で、 レンズ系と撮像面の間に光学系を挿入したいことがある。そのための距離を稼ぐために使われる。歴史的にはカラーフィルムが発明される以前のカラー撮影システム初期のテクニカラーで使われており、レトルフォーカスの名が生まれるよりも古い。ビオゴンに代表される以前の対象型光学レンズはバックフォーカスが短く、像面の間近にレンズエレメントがあるため、 一眼レフカメラではミラーと干渉してしまう。このため一眼レフカメラで広角レンズを使用するときはミラーアップして装着し使用する等の手段が取られていたが一眼レフカメラの利点が失われ不便であった。これに対し逆望遠ではレンズのバックフォーカスが長く取れ一眼レフカメラでもミラーアップすることなく通常通りの撮影ができる。この形式により一眼レフカメラは すべての撮影に対応できるようになった。また、超広角域では、レフレックスカメラでなくとも対象型とすることが難しいため、近年のミラーレスカメラ用でも超広角のレンズは逆望遠型である。逆望遠型の設計を応用すると、ズームレンズとすることができる。1970年代から実用化されたに、軍ズームは、この逆望遠の前後間隔を変化することで、 焦点距離を変える。近年の一眼レフカメラ用の超広角ズームの多くが二群ズームかつ逆望遠である。レンジファインダーカメラ用の広角レンズではバックフォーカスが短くても良いため、以前は対象型の広角レンズも多かったが、自動露出化の際にフィルム面の前に TTL 露出系のセンサが出るような形式のものではそれがぶつかるので、 逆望遠タイプとしたものもあった。2010年代においては、従来対象型のガウスタイプが主流であった、標準画角においてもレトロフォーカスタイプを採用する例が見られる。これは、周辺まで完全な修差補正を行う場合、対象性の高いガウスタイプよりもレンズ長が長く、レンズ枚数を増やしやすい、レトロフォーカスの方が設計上の自由度が高いためで、ある。重量や、 大きさの面では、ガウスタイプよりも、不利となるため、性能重視の設計で用いられる。逆望遠形式を持つレンズに、西ドイツのカール・ザイスは、ディスタゴン、東ドイツのカール・ザイスは、フレクトゴンの名を付けている。また、シュナイダー・クロイツ・ナッハでは逆望遠形式のレンズについて当初クルタゴンとしたが、後に逆望遠型以外のレンズと同じアンギュロンに、統一した。 逆望遠の原理は、ハリウッドの映画カメラマンだったジョーゼフ・ベリー・ウォーカーが1932年に特許を取得しており、同時に前のオーレンズと後ろの思考学系の感覚を変化させることで、ズームレズになることも示している。市販された写真レンズとしては、1950年のアンジェニュー・レトルフォーカスが初とされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。